どうも皆さんこんにちは、エマーシです。今回は鳴ヶ武器についている双竜の達人が今の環境だとかなり強いですよっていうことを皆さんにね紹介していきたいと思います。でなぜ今なのかっていうと、古竜ですね、今回のアップデートで、クシャルダウラ、大名槌、テオテスカタルの3体の古竜が追加されたんですけれども、まあクシャルダウラに関してはまだいいんですが、大名槌とか、テオテスカタルに関しては頭の肉質、まあ一番柔らかい弱点の肉質が硬いんですよね。一番の弱点でも硬くて、なかなか、ダメージを出しづらくて、まあ、討伐に時間がかかってしまいがちなんですけれども、今このナルガのね、双竜の達人をつけることによって、かなりダメージを出しやすくなっております。といっても純粋に双竜するのであれば誰でもいいっていうわけではなくて、古竜戦ではかなり双竜で強いモンスターが、来やすくなってるんですよね。例えば大名槌だったらマガエマゴドだったり、ティガレックス、ディアボロスなんかがいたりします。で、テオテスカトに関しては、まあ、ラージャンが出てくるんですよね。双竜最強のモンスターラージャンと、かつ、2番目、まあここに関しては同率1位みたいな意見もあるんですけれども、マガイマガとね、だからラージャンとマガイマガとのセットが来たりするともう気持ちよくなってしまうんですよ。でそういった部分で、双竜の達人を使うことによってダメージを出しやすくなっている。まあ戦闘が長引きやすい古竜戦でもギュッとタイムを短縮することができるので、今こちらのナルガ武器の、双竜の達人が強いということなんですね。では実際の双竜の達人の効果なんですけれども、双竜による攻撃でモンスターに与えるダメージが増加するとあります。こちらに関しては 1.1 倍ですね。例えばラージャンのビームだったら通常だと417ダメージなんですけれども、これをかける1すること 1.1 することによって 458.7 で、小数点が繰り上げすることによって実際の数字だと459ダメージ出るようになっていました。でこちらに関してはまあラージャンだからね、攻撃力が大きいから恩恵が大きいんですけれども、まあプケプケとか、あまり双竜が強くない、双竜ダメージが強くないモンスターを使ってしまうと、ここに対する恩恵が低くなってしまいますので気をつけてください。今回は古竜戦で出てくる、まあ、双竜できるモンスターが強いから、これがあくまで役立つということですね。でもう一つ、双竜大技の発動可能時間が長くなるというわけなんですけれども、まあ双竜が始まりました、モンスターに攻撃を与えます、そうするとだんだんゲージが溜まっていきますよね。このゲージが、溜まる率に関しては変わりません。で、この後溜まった後必殺技が打てます。でどんどんゲージ減っていきますよね。どんどんなくなっていって、なくなっちゃったってなったら、まあ必殺技が打てないんですけれども、その間に、まあ、何回攻撃できるかっていうのが大事になります。では実際にトータルで考えたらどれくらい差が出るのかっていうところなんですけれども、通常だと、かける無質が、ゼブリ今3つ持ってますってなった時に、まあ、一発が417ダメージで、大技まで、7回攻撃することができます。なので、2919ダメージで、対して双竜の達人をつけることによって通常が459ダメージになって、かつ1回分多く殴れるので、かける8して3672ダメージで、差分は、753ダメージとなりますね。でかつここからもう1体、今後、双竜するので、まあこの後テオテスカトル行くんですけれども、2回双竜するのでラージャンとマガイマガドね。でマガイマガドでもダメージを出すことができるから、実際まあ1400近くは、多く殴れているのかなと思います。それでは、テオ戦やっていきたいと思います。今回はこんな装備ですね、ナルガランスで、まあ双竜の達人を発動させつつ、まあ、火力をある程度持って達人芸で研がないようにしているといった構成になります。ひるみ軽減3をつけることによって結構テオテスカトル戦は楽になるので、まあランスを使っている方、そうでなくても結構あるといいと思います。のけぞりとか、あとひるみとかで攻撃をキャンセルされてしまうことが多いんですね。そういった部分で役立つっていった感じです。ではまず、最初、まあ、ラージャンとマガイマガドがいるときは、まずラージャンを乗りに行って、テオテスカトルにぶつけて、まあ、ここで失敗するんですけれども、まあ、本当は、今回5石でひるみ軽減2ついてて3スロ2スロのものを使っていますが、かきる虫を使ったものが最初からついていると、この後の、まあ、なんだろうな、ちょっとここら辺でグダったとしても、マガイマガドではなくてテオテスカトルの、壁当てがスムーズになるので、おすすめはそっちですね。でもひるみ軽減でも全然いいと思います。
もう本当に何もないっていう方は2スロだけ2つついてれば全然大丈夫です。では、ラージャのビームを当てていくんですけれども、まあ、まずはコツは、2発で普通に速攻で2発当てます。でここで1回回復させて、でもう3発、1、2、3でここですぐ打たずに1回回復させる、でもう3発で最後にここで必殺技打たずに突進離脱で今度はテオテスカトルが乗れる状態にします。でそこからまた、マガイマガドのところに連れていくって感じですね。で、もうここで本当は下にいるコウモリをテオテスカトルにくっつけておきたかったんですけれども、まあ忘れると。でこの先にいる、マガイマガドにいるステージもコウモリがいるんですけれども忘れると。でここで壁当てして、マガイマガドに当たんないように気をつけながら4回かな、壁当てしていきます。かける虫があるとここで、かける虫がまだね3残った状態で安定して4回テオテスカトルをね壁ドンすることができるのでおすすめとなってるって感じですね。でここで、粉塵そして種食べて、でここにかける虫があるからこれも拾って、で、キラークイーンを強化して送流します。で、マガイマガドの送流の仕方なんですけれども、まあ普通の月、こちらの月の方がダメージは出ます。ただしこの爆破まで当たんないとなかなかダメージ効率が悪かったりするので、あと一発目が外してしまうっていうことも多いので、気をつけてください。で自分はこの、なんて言ったらいいのかな、送流大技のこのゲージが減り出す直前の攻撃はこのぐる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 ドッカーンで調整してるって感じですね。でここでもう一発やって、ここでやっと必殺技、多分おそらくもうこの段階で体力が半分以上は削れてるのかな、それぐらいえぐいダメージを与えてくれてますね。でそしてここからまあテオテスカトルのまあランス戦になるんですけれども、まあ本来テオテスカトルはランスだと結構難しくて、まあこかされたりとかで、これに関してもちょっと離れた位置で2発目をアンカーレジでもらう、通常だとね多段なんですが、ちょっと離れた位置でやるといい感じで、アンカーレージがもらって、かつ頭に当てることができるので、ちょっとまあチキンレースみたいな感じになるんですけれども、試してみてください。でこんな感じで、怒り解除で、ダウンが取れるんですけれども、この位置だとため投げ払いやっても、まあ、首とかね、腕に当たってしまって全然ダメージ出ないので普通の突きをしていく。であともう少しシールドチャージやればスタンも出るので、それも念頭に置いていくって感じで、この携帯に関してはまあ本当に全然強くはないんですけれども、まあ爆破粉塵やられの時もまあ立ち位置さえ気をつけていれば全然難しくはないです。でエフェクトマシマシ状態でもそんなに気をつければ、この状態ですね、エフェクトマシマシ携帯、まあちょっとね爆破のこれとか美味しかったりするので全然いけます。アンカーリッジめちゃめちゃやりやすいですね。でこんな感じでスタンが取れるので、基本的にテオテスカトルはあんまり行動させちゃいけないですね。で火力を盛るってのがとても大事だと思います。スタンとかでこうやってね拘束するってのも大事なんですけれども、純粋にダメージで怒りダウンが早いので、攻撃できてないとこれが時間かかってしまって、テオに行動させてしまって、うわー全然うまくいかないって感じになってしまうので、必ず、火力はある程度持っていきましょう。だからガード性能も捨てました。でもうこんだけしか殴ってないんですけれども、もう瀕死状態です。これ当ててほしかった本当になかなかなんだろうな、カメラの距離感が遠すぎるせいでいまいち遠近感がねつかみづらい時があるんですよね。でこの炎まとい状態の時も、まあ、こういった攻撃とかもさっきね所定でねアンカーレージもらったりするので、ここはちょっとタイミングっていうか距離感がよくつかめなくてもらえなかったんですけど、全然アンカーレージのチャンスはめっちゃ多いです。てかアンカーレージ意外と慣れると楽しいので使ってみてほしいですね。って言ってたらなんかもうすぐに終わっちゃったんですけれども、本当はね、まあ、4分台とか出したいなとは思ったんですが、とりあえず今は5分21秒で我慢しておきましょう。後々4分台出れるように、出れるっていうか出せるように頑張りたいと思います。というわけでどうだったでしょうか。結構手押し戦、まあお互いにぶつかり合う殴り合うっていう機会もそんなに長くなくて、かつ狩猟時間も程よい時間で楽しめるのではないかなと思います。テオテスカトルとかね、同じ戦ちょっと時間かかって苦しんでるよっていう方は参考にしてみてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。またね。